こんにちは、アニマルタイガです。はい、ということでですね、今日なんですけども天空に餌あげやっていきたいと思います。はい、本日は天空こちらにいらっしゃいます。壁に向かって自問自答してますね。最近なんかこっち好きなんですよ。こっちの壁が最近のマイブームらしいですよ。そしてですね、今日天空にあげていく餌がこちらになります。じゃじゃーん、ラッこの LLLLL ですね。マックスサイズだと思います。うちで育てたマックスサイズのラットちゃんですね。これは大体ね、生後1年ぐらいのラットになりますね。これを天空にね、今日あげていくんですけど、まあ、ラットはね、あんまり最近あげてなかったんですけど、非常にね、栄養価が高いので、まあ、天空はね、そんなに日常的に運動はね、あまりしないので餌の量はかなりね、減らしてるんですけど、まあ、たまにはね、こういった栄養価のあるものをしっかりとあげてね、この全体食っていうものをあげて、村田のの週に今10日に1回ぐらいしか天空に餌あげしてないんですけど、このね、あの栄養価の高いものを1匹あげていきたいと思います。ちなみにね、ガチャも入ってきちゃったしね、あのケニーちゃんに横取りされちゃうとまずいのでね、ケニーちゃん1回入ってもらいました。普段はね、出してるんですけど。さあ、天空に食べますか。よいしょ。はい、じゃあ天空ね、久しぶりのラットさん、栄養満点だよ。よいしょ。本日もゆっくりと行きました、まあ、このサイズのね、ラットちゃんまで育つと天くんぐらいしか多分丸飲みはできないと思うんで、キニーちゃんとかだとどうしても裂いて食べないといけなくなっちゃうかな。センくんでも多分何よ、あなた盗っ人みたいな。バッチャすごい盗れてる。何食べてんの。よいしょ。ラットさんはね、大好きなんだけどね、どうしてもね、この後ろのお腹の方が重たいから結構ね、飲み込みづらいんだよね、どうしても。ガッチャもいいの。よいしょ。もっといただけようかな。さあ、食べれますかね。栄養価がしっかりあるものをね、食べてくださいね、うん、やっぱり最近はね、あんまり1回での量っていうのも減らしてるから、高カロリーなものをあげとけば、よいしょ、よりいいよね。食べれるかな。ガチャもいいの。ガチャいいの。実はね、何ヶ月か前にね、あげた時、天くんね、ラットさん食べれなかったんですよね。食べる気はありそうですけど、最近食すごく調子良かったから今日も食べれるかなと思ったんだけど、これあれだな、後ろからあげてみるか。いっそ力、食材使ってないね。ちゃんと飲めてた。でいけなかったら使ってみようか。あ、もうちょっと構えながら。上からあげたら食事材に乗せて、いつも上からあげると待っててくれない。こういうこと。はい、そうそう。そうしてみようか。一回食べてやる。乗ってもらって。さあ。よいしょ。いけるか？もしね、このまんま食べれないようなら、もうね、全部解体してあげるんで、ちょっと映像はね、そこまでは映せないので終わりになっちゃうんだけど、どうだろうな、いけないか、厳しいかな。
へへへへへ、おいしいよ、天狗。これは解体してあげるしかないかな。昨日食べる時が出て頑張ってさあ、コツばっかり。あーし、パクパクってやるからその時落ちちゃうか。でも重くて顔見て食べる気なさそうだね。確かにやる気なさそう。上向いて、天狗上向いてるよ。いいよ、よいしょ、いけるか。いけるかな。食べる気があればいけんだけど、またいくかな。頑張れ。食べる気ある。あ、いけるか。いけそうじゃない。で、出すようならもうやめてあげようか。よいしょ。自分で飲み込もうとするならそのまま生かしたい。どう、出したい。どっちなんだろう、食べたいのか出したいのか。食べたいのかな。ん？あ、食べたそう。ん？あんまり出す気なさそうだね。怒られてる。あ、いったいった。おめでとう、天君。よかったよかった。食べれるシーンが久しぶりに見れた。いやー、なんだろう、やっぱ冷めちゃうんだろうな、途中で試着して。でもほら、途中までもう押してあげればこっちがね、すごいね、綺麗に入ってきた。ほら、お口の中見せてあげて。食べましたよって。いやー、久しぶりにラッタあげれて、本当栄養価高いものをあげれて本当よかったな。よかったよかった。よしよし、よくやったね、天狗。はい、ということでですね、天狗に久しぶりに巨大ラットを与えてみました。いや、最初の方はね、ちょっといけないかなと思ったんだけど、食事代も使ってアシストもね、かなりしてあげて、あの、もうちょっと俺が教えてたら多分自分でもいかれてたぐらいね、そう、危険なところであったんですけども、無事ね、天狗に与えられてよかったんですね。ということで、今回の動画はこんな感じで終わっていきたいと思います。この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。ちなみにね、天君ね、今日なんだけど、この水置きからね、初めて自分で出ました。今までなんかあんま出る気がないのかわかんないけどね、一回も出たことなかったんだけど、今日ね、出てました。で、しっかりケニちゃんの方に行って、ケニちゃん追いかけてましたね。という感じで、まだまだね、元気な天君、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ、天君。